日本埼玉県上尾市上尾宿上尾宿は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは上尾地区で分類されている。郵便番号は362-0012。名前が示す通り江戸期に中山道の宿駅である上尾宿が置かれていた。また、上尾村とともに上尾の起源であり、古くは上尾の商業や行政の中心地でもあった。埼玉県東部で、 上ゲオ東部の芝川の左岸川沿いに南北に分布する大宮台地上に位置する。河川などの水域は地内に海無である。町域の東側を大浅平塚、南側をに次ぐ、北側を西側から北側にかけて大浅揚げ尾村と隣接する。地区のすぐ西側に飛び地がある。全域が市街各域であり、地内は北部に物流センターなどの商業施設があるが、 それ以外は生産力地地区の農地と住宅地が混在し、飛び地は全域が学校施設の高地である。南部を中心に住宅が立ち並び、徐々にであるが、ベッドタウン化が進行しており、平成諸島と比べ人口が増加している。上尾市の市政施行当時は、上尾地区の東半分である、西側は大胸高崎線から、南側は大宮市の市境から、 東側は、平塚や原子の境界までの南北に、やや長い大胸区形の形をした広大な、地域一帯が、上尾宿及びその関連大技の上尾村や、上尾下で、それらの境界線が複雑に錯綜し、大小多数の飛び地が存在していたが、宿場や旧役所があった上尾宿の中心地は、市政施行後の相次ぐ住居表示の実施により中町や、宮本町などの新たな地名となり、 その面積を一気に、縮小。21世紀初頭では、かつての街道筋から大きく外れた郊外に、その残部が存続しているに過ぎない。飛び地に、縄文時代後期の集落跡である、向井原遺跡が発見され、カソリーイ式の縄文式土器の破片も発掘されている。あ尾宿名サイエズあ尾宿連合古町の神道、慶之助現在のあ尾市役所の場所に所在した旧、あ尾町役場。 手前は、現在の市役所通り、あげお学校あげおの名所の一つであった八幡公園と乃木神社。現在のあげお市役所の東側の五ロのあたりにあった、四代目の旧あげお市役所庁舎。左側には、市政志向当時の庁舎もある。元は、江戸時代初期より存在した武蔵国に足立軍、あげお寮に属するあげお町であった。古くは、 戦国期より見出せる豪村のあげ雄里であった。その後、原塾が分離してあげ雄町になり、遠方年間頃に旗本三市の所領の関係であげ雄町からあげ雄村やあげ雄下村が分村し、その後あげ雄町からあげ宿塾と称するようになった。村高は、元禄郷町ではあげ雄町として739国余り、天保合町では 上尾塾として619国余りであった。河性暦の個数は170件で、村の規模は東西15町、南北30町であった。上し下村内に飛び地を漁していた。また、上尾村のまとまった飛び地が、上尾塾のうちの現在の上町のあたりに存在した。上尾の地名の由来は、諸説あるが、河川に挟まれた尾根状の台地の上にある田であると、解されている。 地内は、起伏が、極めて緩く、大地と中央を南北に流れる芝川周辺の、低地との境界が不明瞭である。1880年代は、中仙道の沿いの外村周辺こそ市街化されているが、そこから少し離れると開墾され、二地歳が広がり、芝川周辺の低地には大城に、水田も見られた純然たる農村であった。北部は、武蔵野の平地林も広がっていた。 地木の割合は、農地が58.0%と大半を占め、山林は30.0%、原野は0.2%で、宅地は7.2%と1割に満たなかった。なお、残り4.6%は、雑誌地である。百七十五年の農業産物校は、武蔵国軍村氏によると、米二十六国、大麦百五十国、小麦三百国、 大豆140、小豆35国、栗150国、冷え5国、寒暑1万5千貫、里芋1万貫であった。1950年代は市街地が国道17号大宮バイパスのあたりまで広がり、山林が大きく減少。畑や山林だった場所に1944年の大日本機械工業をはじめ、百五十三年の東方レースなどの、 工場の進出も目立つようになった。伊賀商事は、大技上尾塾と上尾村の双方にまたがって区域が指定されている。武蔵国軍村市には、土手松、寺山、谷水の記載があるが、現在の場所を特定できない。上原の記載もあるが、大技、柏座及び、上尾下の飛び地の可能性も考えられる。また、新編武蔵風土機構には、 甲裏の記載があるが未確認である。2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。なお、1876年の時点では個数175個、人口892人で、あげおちくが宿村の人口では最多であった。1884年の時点では個数208個、人口959人である。また、 大技上げおじとなった1889年の人口は1025人、1970年の人口は917人、1990年の時点では世帯数83個、人口283人で上尾おじの町庭大技別人口では最小あった。上尾お全体でも大技西し塚に次ぐ人口の少なさである。私立小中学校に通う場合、 バックは以下の通りとなる。かつては地内を大宮バイパスが通っていた。地区内に鉄道は敷設されていない。最寄り駅は柿バス利用で高崎線上尾駅である。地区内に国道及び主要地方道、一般県道は通っていない。地内の路線バスも通る主要な市道に上尾地区交差点がある。なお、地区の東京付近に 埼玉県道5号埼玉勝負線のワイパスの延伸が計画され、2020年現在、上尾蓮田線付近まで工事が進捗している。上尾駅、東口駅前から、平塚住宅方面への路線バスが運行されている。滝以外にも、物流施設や商業施設もある。また、地内に、外区公園は存在しない。かつては1962年に移転した。 日産コンクリート工業もあった。また、かつては、地内に氷川沼神社のほか、明治期に氷川沼神社に合使された八幡社や日、宮社などがあったが、神社や寺院は存在しない。なお、返上院は、あげお塾でなくあげお村の飛び地に建立された。ありがとうございます。